絶対にランキング走りたくない。どうも、なべぶたです。2016シリーズ OB 以来の登場なんですけど、まあ能力変わりましたね。しっかりこういうフォームをついてて、まあ、変化球も意外とおもろそうな、意外と刺さったり、まあ一応タイピンチもついてるっていうね。だし、あとね、今シーズンの投手コーチ的に来年以降あんのかみたいなのも、まあいろいろあるんですけど、そんなことより一番は、この小田をね、完成させるっていう夢で、これ以上の腰も立石さんとか絶対来ないだろうから、もうこれ以上ちょっと厳しいだろうけど、やっぱこれでね、やっぱリアタイ使いたいな、みたいなのもあるんで、やっぱね、何の苦労もせず欲しい S ランクを累計で当てて、っていうことで。いやー、でもこの時の A ランクマジでどこやったんだろうな。いや多分、いやもう 100% 間違って特訓に使っちゃったんだろうけど、なことはさておきまして、累計引きましょう。いやこれで、いやせめて TS 欲しいな。あーそっか、演出変わったからバットに当たるっていうのも、それこそミキサーとかでもね、バット当たり演出があるようになったから、ちょっと厳しい気もするけど、うん、いや反応に困る、反応に困るとしか言いようがない。あー持ってたっけ。あ、一応今シリーズ何枚か当たってるくらいだな。よし、エキサイティングな引きはまあぼちぼちだったんで、立山さんマジでちょっとマジで、え、 10% の12分の1だからなんぼ 0.83% ぐらい、 1% 切ってるけどちょっと、あれ、演出すごいな。バトバト、当たる。これはダメだ。いや、知ってたけど。知ってたけど、ちょっと TS の S ランク欲しかったな。ウィーラーね、結構 A ランク持ってる気するんだけど、巨人楽天で。いや、そうだよね。いや、マジで、こん時 S 当てたかった。本当にもう、いやマジで選手路を広げてくれ。あ、立山さん A ランクでなんかつかずみてするんで終わり。